みなさんこんにちは。今日はココちゃんに初めて人参を食べてもらいたいと思います。ココちゃんは10倍がゆに続いて2品目の食材となります。美味しく食べてくれるといいなと思います。それでは早速人参を作っていきたいと思います。人参を作ってそれでは人参の作り方をご紹介します。まずは皮を剥きましょう。火が通りやすいように1センチくらいで輪切りにしていきます。鍋に適当な量のお水を入れて火にかけます。お箸がすっと刺さるくらいの柔らかさまで煮込みましょう。柔らかくなったらハンドブレンダーで細かくしていきます。この時に煮汁も少し一緒に入れてあげると食べやすくなります。細かくなったら製氷皿に1食分ずつ入れ冷凍保存します。これで完成です。今日は初めてなので小さじ1杯分を食べてもらいます。それではココちゃんの初めての人参をご覧ください。はい、それではお手手を合わせてください。足が出てきた。はい、ココちゃんいただきます。はい、はい、いただきます。じゃあちょっとお水まずね。今日もゆねちゃんが見守ります。はい、ココちゃんお水。はい、ここじゃ人参です。はい、ここちゃんどう？不思議な味。でもなんか味わってる。うん、もうすごい口開け、うん、美味しい。ちょっと食べたがってる人いる。待ってね。どうですか？ゆね先生に味見してもらいます。美味しい。美味しいんだ。まあ美味しいか人参は。なんかちゃんともぐもぐするよね、おばちゃん。ちょっと味が強いのかな、やっぱり人参。変な味。おいしい。人参。人参。そう。私なんて怒ってる。はい、どうぞ。
それではゆね先生による今日のおかゆの味のチェックです。おいしい。まあ OK だ、 OK やで。食べるよ、ここちゃん。もういい？食べる。はい、ごちそうさまです。ごちそうさまでした。ゆめちゃん代わりにやってくれ。ごちそうさまでした。はい、えらいえらい、えらいえらい。多分次はほうれん草とかにすると思います。人参食べてくれてよかったね。うん、なんかすごい不思議な顔してた。ゆめちゃん応援ってしてた多分ね。こちらゆめちゃん。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てください。それではいないいない、バイバーイ。